様こんにちは。現在、神奈川県秦野市の小田急線渋沢駅付近、マックスバリュ秦野渋沢店から東に約1キロの辺りを走行しています。ドライブの都合上、秦野桜道より動画はスタートです。日曜日の11時過ぎで、国道のみならず、市内幹線道路も交通量が多くなっています。今回もドライブ動画ということで、東方の現況、時事問題を交えつつお送りします。よろしくお願いいたします。昨年夏同様、国道2465の静岡、神奈川県境付近の渋滞回避で、御殿場インターから東名高速道路利用でワープしています。これより、湧水スポット立ち寄りとイオンラウンジ利用目的で、イオン秦野店へ向かいますので、堀川入口交差点は左折です。高速料金ですが、お盆期間は ETC 休日割引が適用されませんので、料金節約のこともあり、大井松田インターで降り、246経由で進んでいます。まだお伝えしていませんが、東方は4系店舗での買い物頻度が案外と多く、昨年度で基準に達したので、ほぼ毎月ですが、5月よりイオンラウンジを利用させていただいています。現在、国道2465を走行していますが、静岡県区間と異なり、神奈川県区間は、厚木市までひたすら片側1車線です。お盆期間ということもありますが、土日となれば、周辺店舗、施設への右左折がありますと、すぐ渋滞しやすいので、早めの行動が肝心です。これから向かう、秦野市のイオンですが、この先の長抜き交差点右折が、推奨ですが、国道も対面通行で、交通状況が読めないので、ひばりが丘交差点を右折した方が、右折先、大きい通りまでは、信号なしで狭い道ですが、流れが良かったりします。それでは東方の現況について参ります。前回の雑談付き動画にもありましたが、東方職場に冷風扇が導入されまして、作業環境に変化がありますが、その冷風扇もその場しのぎで、冷風が来ない場所での作業では、やはり空調服が必要です。便利ですが、使い方、状況次第では、夕方前までバッテリーが持ちませんので、熱中対策で、こまめな水分、塩分補給、頭や服のスプレーの併用で、なんとか乗り切っている状況です。7月に入ってから、東方職場では、人員が不足するようになり、他の業務場所での作業が、ハードになったので、他部署、派遣会社からの、人員増員で、なんとかやりくりしています。東方職場は人の手が、必要な、複雑な作業もあるので、完全にデジタルというわけではありません。7月後半から8月半ばは、2024パリオリンピックの影響、8月初めの宮崎県の日向灘を震源とした南海トラフ関連の地震の臨時情報発表の影響で、日々の忙しさにはばらつきがありました。続きまして、東方のプライベートについてです。前回の雑談付き動画にもありましたが、梅雨明けの7月半ばに、マイカーのフロントウィンドウのワイパー交換の依頼を予定する、とお伝えしましたが、無事に済んでいます。また年明けの動画でお伝えした、リコール、燃料系統の不具合の件についても、ワイパー交換と同タイミングで解消しました。夏場はエアコンを多用しますので、バッテリーにも影響が出るほか、エアコンガスが不足になりかねません。ちなみに東方マイカーは、アイドリングストップ機能搭載でして、ある動画、記事を拝見したところ、アイドリングストップをオフにした方が、車の維持につながるとのことでした。アイドリングストップを繰り返すと、必然的にバッテリーの寿命が、早まりまして、交換費用がガソリン節約分よりも、高くつくので、燃費よりもコストに重きを、置くのが最もであると痛感しました。
今度は鉄道利用についてです。昨年の夏は、開会直後で、青春18切符の利用は取りやめましたが、今年の夏は利用とさせていただいています。自分一人でないと、仕事休みの時の鉄道移動はできなく、親の仕事休みが被ると、一人の行動が許されない状況となっています。そのため、9月10日の期間まで、5日分使い切れるかが心配でして、撮影日時点で2日分利用済みですが、お盆明けからなんとか消化させるつもりでいます。東方の現況については以上となります。現在、小田急線、秦野駅付近の、県道705号、堀山下秦野停車場線を、駅北口方面に走行しています。秦野の四上は、次の本町四つ角交差点を、左折です。左折後は県道704号、秦野停車場線を、246方面に走行しています。前方には神奈川県の路線バスで、おなじみの、かな中バスに遭遇しました。ちなみに四上は、秦野駅北口からは180円。IC カードの、時は175円、との、ことです。走行していますと、右側に NTT 東日本の、電波塔が見えますので、その信号交差点は左折です。左折先は一時停止となっていますので、注意が必要です。イオン秦野店に到着しました。駐車場ですが、左方向、別館側は立体駐車場、右方向、本館側は平面駐車場となっています。それでは、屋外の駐車場に入るところで、この動画を終わりとします。この動画が良いと思われましたら、高評価、よろしければ、チャンネル登録のほど、ご協力お願い申し上げます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。